すごい、一緒にしてる。すげえ。なかなか見れないですね、こういうのは。こういうとこはいいですか。なんだこれ。知らなさすがに。さすがに知らなかったよ。この頭、頭一丁上がり。おお、言いなさる。初めて脱出に入ったところだった。ありがとうね。依頼でしょね。いや、気づかないですか。手のひらと比べると、こんな大きさがあるんですね。足の太さも、私の腕よりも、一回り、二回りぐらい太いです。吸盤ですね。500円玉より二回りぐらい大きい吸盤です。まずは胴体を切り離します。目の下でカットです。頭です。目はこっちについてます。これを裏返しよっ。この部分がくちばし、口の部分です。オウムのくちばしのような形をしています。で、足を一本ずつ切り離していきます。口のところで切り離します。ヒレをカットして、一本一本切り離していきます。ここのヒレは、切り口はよほどよく切れる包丁でないと切れません。結構やっぱり鼻には近いし、何点かちょっと大体ね、手の感覚で取れてるかどうか分からん。塩は1回だけ。塩は1回。うん。辛くなるんで。
この隙間の喉が、はい、これ今の状態だと取れにくいんで、はい、まだ同じことこれ、うん、ちょっとこう切れてるでしょ、はい、これなんでこうするか言うたらね、最初からこれ開いといたら塩入るんで、はい、でその皮にいた状態から身のところから塩が見えるんで、頭でかいな。飯だろ、多分。あ、そうですか。やられた。うわ、すごい口ですね、やっぱり。硬、うん、いんでしょ。硬いよ、ほら。最近はみんな生で出せるようになったから、はい、昔は茹でてやったんだよ。あ、茹でたごにして。茹でたごにして。茹でて。あとこのままや。こうやって。茹でて。